この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはつくば市からのリポートです。つくば市のブルーベリーを PR するため、つくば市のブルーベリー生産者が昨日つくば市役所を訪れました。つくば市役所に市原健一市長を訪ねたのは、つくば市ブルーベリー生産者連絡協議会の宇須島豊樹会長ら5人です。つくば市によると、市内のブルーベリー栽培農家はおよそ60軒、作付け面積はおよそ 19.7 ヘクタールと全国有数の産地になっています。ブルーベリーは6月中旬に収穫が始まり、現在はハイブッシュ系と呼ばれる他の品種より早く実る早生種が収穫の最盛期を迎えています。ホームページがない、常駐のスタッフがいない、いつもファックスで受付しかない。なので行きたいなと思う人が、なかなか行きづらい環境なのかもしれません。市原市長は、知らない人が結構いる、市もホームページで PR していきたいと、市として宣伝活動に取り組む考えを示しました。市のさ、ホームページとか観光コンベンションのホームページには、とりあえずこちらができるまでの間でも、そのブルーベリーのさ、欄項目っていうか、ね、欄を作って、こう紹介できるようにで、なんとかうまくね、はい、できない。例えばシーズンの時だけでもいいよね。そうそうそう、うん、もうありがとうございます、ね、だから何月から何月まで、じゃあブルーベリーはトップに置いておくとかさ、ね。つくば市内のおよそ20軒の観光農園では、8月末まで摘み取り体験ができます。せっかくだから、これ摘み取りできるとこ多いんだよね、これ見ると17箇所あるね。それは私たちの組合だけですけど、他の方と比べるのは、ここに入ってないところも結構あるんだ。だいたい人数的には半々で、中でだからいろいろそういう製品開発も含めて、つくばのブルーベリーね、どんどんアピールできるようにさせていただければと思いますので、何かあればまたお話しいただければと思います。特にそのつくばのブルーベリーというのは、私たちが自信を持ってね、送り出しています。毎年がもう終わり頃になるんですよ。早く終わりだろう。はい、でこれからラビットアイの系統に入ります。7月の末から8月、9月の初めぐらい、皮がちょっと硬い。皮が硬い、はい。噛む時にパチンと弾けるような感じ。なるほど、はい、それであとハイブッシュと比べて、はい、種がちょっと多いですよ。はい、なるほど。このブルーベリーは日本でも200種類ぐらいありまして、各園でだいたい20種類から30種類、多いところで40種類ぐらい植えてます。一粒一粒違う味を確かめてですね、で自分に合ったようなその味を見つけてほしいですね。宇須島会長は、各農園で20から30種類が味わえます、自分に合った味をぜひ見つけてと PR しました。続きまして、都内からのリポートです。納豆の日の昨日、県は東京銀座の県アンテナショップ茨城マルシェで、納豆だけじゃない茨城の夏の魅力キャンペーンを行い、本県出身のお笑い芸人らが魅力度ランキングの全国最下位脱出に向けて規制を上げました。キャンペーンでは、古河市出身の茨城宣伝隊長ピース綾部裕二さんや、水戸市出身の佐久間和幸さん、牛久市出身のフルーツポンチ村上健二さん、ミスユニバース茨城グランプリの堀尾里奈さんらが出演し、茨城の夏の名産品や見どころなどを PR したほか、納豆の無料配布などを行いました。中入ってください。キャンペーンでは、茨城の魅力を紹介する発表会見が開かれました。はい、皆さんこんにちは。私、茨城県牛久市を中心に活動しております、ご当地キャスターのちゃんみよと申します。茨城県について熱い熱い思いをですね、持っている皆さんに登場していただきたいと思います。どうぞ。茨城県の宣伝隊長として活動しております、ピース綾部裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
昨年から、はい、宣伝隊長任命されまして、はい、2期目を迎えました、はい、ピースアイブでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。栃木、あ、すいません、茨城のことがおい、なんてこと言ってんの、お前似てるから、似てるからごめんなさい、似てるからじゃない、ちょっとちょっとわざとですよ、わざとですよ、わざとです。いや、本当に茨城をね、僕は本当に、はい、このね、活動を通してね、はい、本当千葉みたいにしていきたいなと思ってます本日のキャンペーンは都道府県魅力度ランキング最下位脱出、茨城夏の魅力キャンペーン、よいしょねえ、先ほど言いました47都道府県ランキングがですね、はい、なんと、3ヶ月の10月にございます。うわ、もうあと3ヶ月、この3ヶ月の、ね、ラストスパート追い込みかけるためにキャンペーンをバーンとしていこうという、よしよし、ここだ、ここ、はい、ここですか、勝負だね、はい、お願いします。本当にガンガンアピールしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、私一つ目はですね、茨城の夏の名産紹介でーす。よっしゃー、名産ですね、はい、まずこちらやっぱ待ちなさい、納豆ですね。納豆、このミト納豆、そうでしょう、これですね、納豆やっぱ藁に入ってないと、そう、これは納豆といえば茨城、中にそのまま納豆が入ってるっていうのが私すごくびっくりした、びっくりしました、はい、そうなんですよね、また香りも楽しみますから、これは、はい、納豆というね、はいはい、納豆、そしてね、こちらつくばの、ブルーベリー出ました、はい、美味しいですね、ですね、スイートカクテルペッパー、はい、スイートカクテルペッパー、おしゃれおしゃれ、おしゃれですよ、こちらが JA 北つくばの黒こだまスイカです。よっしゃ、はい、こちら大玉スイカに比べて甘みが強く皮が薄いと、お嬢さんちょっとね、そうそうね、はい、せっかく、はい、レディーファーストでやっぱり、いただきます、いただきます、はい、うん、どうでしょう、どうです、いかがでしょうか、すっごく甘いです、びっくりしました、今驚きました、本当にちょっと笑っちゃったんですけど、甘すぎて、はい、うん、あ、美味しいですね、めちゃくちゃ甘い、ね、また県マスコットキャラクターのハッスル肛門が生き残りをかけてスーパーハッスル肛門に進化した姿で登場しダンスを披露しました。イエーイすごい取れた、どうですか皆さん、はい、じゃあ最後元気づけで、はい、綾部さんの指揮のもと、はい、再開脱出するぞ、大野行っちゃいますか、はい、はい、10月の、ね、魅力度ランキング再開脱出するぞ、あちょっと、はい、ありがとう、じゃあ戻って、すいません、こちらお願いします、はい、いきます。続きまして水戸市からのリポートです。第38回全国高等学校総合文化祭茨城大会の参加者スタッフ用の弁当を手掛ける県内仕出し業者を対象にした衛生講習会が昨日水戸市三の丸1丁目の県三の丸庁舎で開かれました。講習会には総文祭の弁当作りのために組織した総文祭ケータリング臨時組合の10社が参加しました。県生活衛生課の松田智之係長が講師となって食中毒の症状や原材料の保管方法対策などについて改めて確認しました。能力以上のものを製造してしまうと時間に追われてしまう、そうすると通常行っている衛生管理がおろそかになってしまいますの で、また盛り付け場所、保管場所、そういったものが能力以上ですと十分な部屋が確保できない、場所が確保できない、ということによって不衛生な場所でそういった盛り付け保管を行ってしまうことになります。組合内の話し合いでは弁当に添えられる応募券付きの品書きや弁当ケースの発注の仕方、食材の確認、弁当の受け渡し場所などについて整理していきました。これを入れてあげてください。31日にこのエビフライが出てるメニューですね、これシャキシャキレンコン使ってこれも優勝したやつなんですけど、これとひじき煮とそぼろご飯がこれ優勝メニューだったんですよね、確か。
だからこのねつくねのレンコンつくねっていうこれもあのニットベストで、直で、全部作らせましたので、開発費が非常にかかりましたが、いいのが出来上がったと思って、おいしいものは安全に、先ほど衛生面のありましたけど、やっぱり安全にね、あの食べてもらいたいっていうのがやっぱり一番ですね。大変ユニークな、野菜の卵巻きとかもありましたので、なるべく、高校生が作ったイメージ壊さないように、忠実に再現して、お届けしたいと思います。はい、高校生様の昨年の、皆さんで、こう考えていただいたメニューというものが、組み込まれるということで、非常に調理するものにとってもですね、非常に新しい意気込みでやらせていただける、そういうのもありまして、かなりの数にはなりますが、皆さんにちょっと楽しんでいただけるような、まあ、そういうお弁当をですね、ぜひ提供できたらと思って、今回頑張らさせていただこうと思っております。去年の8月から準備が始まって、やっと1年かかって、やっと目の前に、こうやって、協力会社全員集めての会議ができて、まあ、あとは安全で安心で美味しいお弁当を県外の方に、アピールできればと、もう今日皆さんが力強い団結の言葉をいただけたので、あとは本当にもう本番に向けて頑張るだけです。茨城県の未来は皆さん高校生の中、これからにかかってます。皆さん頑張ってください。茨城総分は今月27日から31日まで県内11市町村を会場に開かれます。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして、IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。ペンペンペン、今日は大洗町にやってきた。ペン、大洗町のサンビーチ海水浴場に行く予定だったペン、でも風がすごく強くて私歩けなかったペン。ということで今日はこの大洗町の大洗町役場に入ってきたペン。ここで商工観光課の田山敦さんと待ち合わせしているペン。にしても前回の鉾田市でも前々回も会えなかったペン、今日は本当に会えるペン、やる気なくなってきたペン。ペンギンさん、これをあげるから元気出してよ。あ、田山さん、あ、かわいい、これ、はい、なんだペン。これはね、大洗町のイメージキャラクターでアライッペって言うんだよ。アライッペちゃん、白くてニョロニョロがたくさんついてて持ってて気持ちいいペン、かわいいぬいぐるみだペンね。そう、これはね、全身がシラスでできてて、口がハマグリ、大洗の特産品でできてるんだよ。おいしそうペンねそうだね。でね、お尻が潮干狩りをするクマでできてるんだ。うわー、本当だ、白に真っ黒の熊手がついてるペン、ね。はい、これが尻尾だペンね。そうだね、かわいいペンね。大人気なんだ今。田山さん、今日はじゃあこのアライッペちゃんと田山さんと一緒に海水浴場に行こうペン。あー、それはちょっとできないんだよね。できない？うん、海水浴場の開設が7月19日の土曜日からなんだ。じゃあもうちょっとまだ行けないペン。そうだね、うん、寂しいペン。これせっかくもらってちょっと元気出たのに田山さん寂しいペン。そうだね、でももう少しだからね。あれ、田山さん、なんか白くてピカキラってした綺麗な絵を持っているペンね。ええ、今度はね、サンビーチで7月26日の土曜日に大洗海上花火大会が開催されるんだよ。わあ、7月の末土曜日に花火大会があるペンね。うわ、綺麗な絵だな、こんな花火が見れるペンね。そう、19時半、午後の7時半から8時半まで1時間3000発の花火が打ち上がるんだよ。うわー、この紙に
音楽と花火の華やかな共演が浜辺を包み込む最高のフィナーレって書いてあるペン、うん、あのフィナーレにはミュージックスターマインって言って約3分間音楽に合わせて花火が打ち上がるんだ。ミュージックスターマイン、どんな音楽が上がるペン。音楽はちょっと言えないな。言えないペン、うん、知りたいペン。じゃあヒントだけだよペン。ありのままのこれかな。わかったわかったペン。わかった、楽しみにしててね。楽しみにしてるペン。7月の26日土曜日、大洗サンビーチ海水浴場海岸でこの花火大会、そして今のありのままにが聞けるペンね。楽しみにしたいペン。そうだね。あれでもちょっと田山さん、はい、今日は私マッタを探しに来たペン。忘れてたね。忘れてたね。忘れてたペンね。田山さん、はい、私どこの海に行ったらいいペン。日立市の海水浴場に行ってみたらどうですかね。日立市の海水浴場、わ、うん、かったペン。田山さんに言われたならすぐに飛んでいくペン。絶対次はマッタを見つけてやります。次は日立市の海水浴場に行ってみるペン。小学校の時に父が将棋を教えてくれるって言ってそこから始めました。最初のうちはやっぱ全然勝てなくて、まあ小学校の時は本当に勝つことなく終わってしまいました。将棋の面白さは攻めと守りを覚えて相手の囲いを崩すのがやっぱり将棋の醍醐味だと思います。対局が滞ることなくスムーズな運営にしていいと思います。皆さん来る方僕より強いので、まあ、勉強する気持ちで臨みたいなと思います。小学校の学童保育の時に、まあ、学童の先生が教えてくれてそこから始めましたね。最初のうちは本当に、はい、遊びの感覚でやってたんですけど高校に将棋部があるということで今まで続けています。相手との読み合いで、いかに相手をどう崩していくかどう守るかっていうのを考えられるというところですね。自分の思惑通りに相手が動いてくれたりとかして相手をうまく、まあ、詰ませられたりすると一番気持ちがいいですね。他県からいろいろな生徒が集まってくると思いますけども、自分たちの持ち味というもの、茨城県の良さというものをアピールしながら運営に努めていきたいと思っています。皆さんこんにちは。中港で海鮮食堂を営んでおります栗田屋です。当店は中港漁港の目の前で地魚を中心にその時期の旬の魚を提供させていただいております。今の時期は勝浦から福島にかけて取れるカツオ、九十九里のハマグリ、大洗の生しらす、岩ガキ、中港のマコガレー、マトダイ、アジなどお刺身、煮魚、フライなどとしてお出ししております。当店の看板メニューはネタが10種類以上入った海鮮丼とメヒカリの唐揚げとお刺身と
ハマグリのついた定食です。メヒカリの唐揚げは外はサクサク、中はふわふわ、熱々で癖になる味です。那珂湊市場へいらした時はぜひ栗田へお越しください。友達が以前こちらにツーリングに来てこの店が美味しいって言われたんで今日は来てみました。浜定食を今日はいただきました、はい、小餅カレーの煮魚とあとお刺身が 5,6 種で一口ずつ入っていて、お刺身は新鮮で煮魚もちょうどいい、醤油加減っていうんですか、美味しいです、はいはい、お魚大好きでよく食べます、はい、時々プラッと遊びに来たりします。磯定食です。新鮮なお魚がいろいろ食べれて美味しかったです。